ソニーから嬉しい発表がありました。ソニーショップ生は店長の片山です。今日の動画撮影は楽しい。今日紹介する商品はこちら、 MDR-MV1 開放型モニターヘッドホンになります。今日は皆さんよりか一足早くこのヘッドホン実機貸してもらえたんで動画にて紹介していきます。今ソニーから発売しているモニターヘッドホンのラインナップはこちら。1989年に MDR-CD900ST、 日本で最も多くのレコーディング現場で頻繁に目にする超定番伝説のヘッドホンです。2019年に発売 MDR-M1ST、 ハイレゾ対応になりました。店長も愛用しています。2023年に開放型ヘッドホン MDR-MV1 が発売されます。ハイレゾ対応、最近おすすめの360リアリティオーディオにも対応しています。そもそもモニターヘッドホンとは、音楽制作時のミキシング、マスタリングなどプロフェッショナルな用途に向いたヘッドホンのことです。特徴は音源の音を忠実に再現することで細やかな音のバランスやニュアンスを聞き取ることができます。プロ用ヘッドホンなので音楽鑑賞でもこだわりのある方におすすめです。ちょっとここで昔話。 MDR-F1、 1997年発売のフルオープンウェア型ヘッドホンです。独特の開放感と快適な装着でロングラン商品でした。その15年後、2012年にフルオープンエア型ヘッドホンとして MDR-MA900 が発売されました。 F1 より大きな 70mm のドライバー、本体重量も 195g と軽量になり、さらに装着感が良くなりました。13年後、 MDR-MV1 の発売です。ヘッドホンの種類と特徴。ヘッドホンの種類は密閉型、オープンエア型、フルオープンエア型に分けられます。密閉型はハウジングが密閉されてるんでドライバーからの音が外に出ないというのが特徴です。音に集中できたり低音の再現性は良くなるんですけど、逆に音がこもってしまうとか装着してる時に蒸れてしまうとか悪影響もあります。フルオープンエア型はハウジングに穴が開いておりますんでドライバーの音が外に出ます。イヤーパッドの部分も物理的に間が開いています。開放感がありより自然な音が聞こえるというのが特徴です。デメリットとして音漏れ、低音の再現性が低くなる点です。オープンエア型、ハウジングに穴が開いております。音が外に流れていく分広がりのある音質がします。イヤーパッドの部分も通気性があり、ここからも音が出ます。フルオープンウェア型に比べて低音が出やすいのが特徴ですね。デメリットはやっぱりここも音漏れです。フルオープンウェア型は MDR-F1、 MDR-MA900、 密閉型は MDR-MV1、MDR-CD900ST。 今回発売される MDR-MV1 はオープンウェア型ヘッドホンになります。 MDR-MV1 のデザインを見てください。スライダー、アーム、ハウジング、開放型なので背面に穴が開いています。ドライバーは専用開発された 40mm のドライバーです。スウェード調の合皮のイヤーパッドです。通気性があります。肌触りもとってもいいです。弾力もあります。ヘッドバンドの部分です。柔らかく結構なところまで開きます。
つけた感じも耳に負担がないんですよね。ほんとこれ長時間使用できそうです。本体重量は 226g、 軽いですね。肩出しのケーブルジャックになってます。本体側はスクリュー式のジャックになっています。付属品は標準ステレオケーブルの 2.5m が付いています。ミニステレオのプラグに変換する変換アダプターが付いています。当店にある MUC-S12NB1、 このプラグを使ってバランスケーブルでウォークマン聞いてみようと思います。いや、むちゃくちゃ素晴らしいですね。解像感が高く忠実な音が再現できているような気がします。開放型のヘッドホンのちょっと不利な点は低音が弱いというところなんですけど、私が聞いた分だとあんまり感じなかったですね。素晴らしかったです。でもやっぱり音漏れするんで、外での使用とかにはやっぱり向いてないのかなと思います。外のノイズも入ってきますし、周りの方にも音が漏れるので不快な思いをさせるのではないかと思いました。1週間近くこのヘッドホン使わさせていただきました。私の場合動画編集するときに使ってることが多かったです。今までは MDR の M1ST をよく使ってたんですけど、長時間使いたいなと思った時には結構やっぱしんどいなと思うこともあったんで、このヘッドホン2つをね、使い分けして使っていこうと思っております。発売は2023年の5月上旬予定です。色はブラックのみです。価格は結構するんですけど、それに見合う十分なヘッドホン性能だと思います。モニターヘッドホンは1回発売するとロングランでいきますんで、今買っていただきましても十分損のない商品になっていくと思います。この商品欲しいなと思っていただいた方、この動画の下の概要欄のところにリンク先作っておりますんで、こちらから購入の方よろしくお願いいたします。当店の実績になりますんで、私すっごい嬉しいです。よろしくお願いいたします。リンク先から購入していただいた方は当店の方にご連絡ください。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニーオーディオのことでしたら当店の片山に店頭でお尋ねになってください。ソニーのヘッドホン、イヤホン、ウォークマン、お店の方に展示しております。ぜひ実機でね、その素晴らしさを体験してください。今日は以上です。バイバーイ。開放型のヘッドホン、店長本当楽しみにしてました。お客様からもね、ソニーの開放型のヘッドホンなんで発売されないのかとよく聞かれていました。ここでね、やっと発売されるので一生懸命売っていこうと思っております。音楽専用のヘッドホンとしても十分価値のあるヘッドホンですよ。